言論への規制はこれになります。ピシッ。これが何かと言いますと、ヤスリです。ヤスリ、こう削るヤスリですね。でこれは、両刃ヤスリといって、こう薄いでしょ。これがノコギリとかの目をこう立てる、ヤスリになっています。で、まあ言論規制がですね、このヤスリになるっていうよりは、正しくはこれではなく、失礼しました、両刃、どちらも切れるということですね。ひとたび右の方を規制しようと思ってかけた規制が、実際には左の方にかかることもあれば真ん中にかかることもある、ひとたび決めてしまった規制というのは、誰かで構わず切りつけてしまう言論への規制というのは、極力ない方がいい。もちろんそこからこうあぶれてしまう、その人間の常識とか良識からあぶれてしまうものに関して、ある程度の手当は必要ではある。一方でそれは裁判で救済されないのかな。例えば名誉毀損だったり、威力業務妨害だったりなどなどの法律でフォローできないのかな。そしてやっぱりそこでできないとなるならば、ある程度の規制が必要なんだけれど、その前に啓発活動でどうにかならないのかなとか、まあ、回りくどいな、めんどくさいなっていう思う気持ちも分かります。分かりますが、規制というのは一度はめてしまうと、もうそこが絶対マストになってしまうんで、これより小さくなることというのはなかなか難しいんですね。で、よりこの規制の範囲が広がっていくことが多い。これはいろんな法律でそうです。まあ、環境問題とかね、やった方がいいこともありますが、なんだかわからない、こう本当に効果があるのかわからないような規制まで、ガチッとそのまま運用されてしまう。まあ、一例を挙げれば、今年猛暑ですけれど、クールビズとか言って始まった時に、室内の設定温度は28度にしましょうねっていう、まあ、一種の規制がありました。で、実際のところこの28度という規制に根拠がなかったことが明らかになっている。ところが一度走り出した28度という、環境設定、まあ、気温、エアコンの気温ですね、が設定されてしまうと、そこを何として守らなければいけないという無理をしなければならなくなる。まあ、これは環境への規制なんですけれど、やはり規制というのは一度決まってしまうとより強化するもの、とにかくそれは絶対守らなければならないというものになってしまうので、戻ることが難しい、とても難しいということで、まして言論への規制というものは、本来はなくていいんじゃねっていう立場、ヘイトスピーチに関する法律がですね、国の方でも、まあ、罰則なしの努力義務というか できましたが、言論への規制についてはですね、ヘイトスピーチを規制する、まあ、条例が大阪市でできた、この時にですね、私問題点を指摘しております。というのもですね、ヘイトスピーチの定義そのものが、確定していない、出自や宗教など、ね、本人にどうにもならないこととか、単なる偏見とかでの侮蔑的表現というのは、まあ、ヘイトスピーチでいいかなと思うんですが、一方で微妙で曖昧なものがある、ここで実例を挙げると、これがですね、今バーンの対象にどうやらなってるらしい。彼らですね、全部手口を、掲示板で書いてくれているんで、そこを追っかけてみると、どうもここら辺のことを触れると、宮城がこんなこと言ったぞみたいな形で、共有して通報しているそうです。でこれもですね、一種の規制で、あまり度が過ぎると、彼ら自身の首を絞めるのではないかな。彼らというのはですね、まあ、こんな人たちというか、こんな人たち以外の意見を潰そうという人たち、実に曖昧な、こうもやっとした表現になっておりますが、今現地を与えると百歩多いと喜ぶんで、こう、ね、私はあまりその意見の異なる人を喜ばせるような優しい趣味は持ち合わせてないので、ちょっと曖昧にしております。で、どちらかを縛ろうと思って大騒ぎ、ね、するのは、まあ、もちろん自由です。でやりすぎるとどうなるか、まあ、規制をひとたび認めるとですね、自分にも降りかかってくるよという事例が、新宿区の方でですね、今デモを、ね、デモというのは本来国民に認められている権利ではありますが、ちゃんと届け出出してね、ちゃんと手続きを踏めばなんですけれど、そのデモに使用するために新宿区の公園をもうちょっと使わないでくださいと言い出した、これにですね、デモをやっていた人たち、
ね、どちらとか言いません。デモをやっていた人たちの中にはですね、もうそんなのダメだよって、デモに使わせてよって、ですね、キャンペーンを貼っております、うん。そのキャンペーンを貼る自由も私は最大限尊重します。だがですね、このヘイトスピーチだとかそういったものの、規制をする根拠ですね、ヘイトスピーチ規制法なる根拠法ができてしまったことによって、そのデモのですね、大多数の方たちはみんな真面目に、そして、貧困法制にその訴えたいことを訴えているだけなのかもしれませんが、その中でですね、一人ぐらいがこうすんげえ態度悪くないっていうこうね、チチチってこうタバコ吸いながらこうねやるような、今時タバコ吸ってねこうグレるっていうのをちょっといささか昭和の表現なんですが、で、ピーピーってこうね F で始まる言葉とかこうねこうこんなのとかこういうことをねやるようなのがいた時には、それをたまたまチェックに来た区の職員が見た時に、彼らはヘイトスピーチ規制法に触れるかもしれないって思ってしまう、まあ疑惑というかですね、可能性はとても高いわけで、そうなると、本来的にはヘイトスピーチとかですね、そういうものをやめてほしいという、まあ、お願いのデモだったはずが、そのデモの集まる場所を貸してもらえなくなっちゃった。まあ、ここで注意していただきたいのが、デモを禁止しているわけではなく、デモはどうぞやってください。ただ、新宿区の公園を使うのは、ちょっと勘弁してねというお話になっている。まあ、これなどですね、まさしく規制の刃は両刃、ね、どちらも切れるということの実例で、日本全国の自治体で、ヘイトスピーチに関する条例を作ろうとしております。私は大変言論において危険なことだなと思っております。もちろんヘイトスピーチに対する、対策だとかですね、について啓発活動とかっていうのは、まあ、やっていくのはいいかなと思いますが、規制というものをひとたび決めてしまうと、それはどちらも切れる。さらにはその時々の自治体の首長、まあ、区長だとか市長だとか県知事、都知事、この人が極端にこちら側であったりこちら側であったり、まあ、こうね、どっか分かんないです。でもある種の極端な、考え方を持った、首長が突然現れてしまった時に、あるいはそれを隠してなってしまった時に、これはもうヘイトスピーチだ、これは問題だ、これは問題発言だ、こんな意見は言わせないぞっていうふうになってしまうと、言論統制が可能になってしまう。これが、言論の規制は両刃だと私が繰り返し啓発している警告している理由です。そしてですね、今日もまたどこかでバーンと騒いで規制の刃を強化しようとしている人たちがいます。彼ら自身の活動が、規制を強化し、そしていずれかの時に己の身を切らないでほしいなと願う今日この頃でございました。ご視聴いただきありがとうございます。またの機会もお付き合いいただければ幸いでございます。そして今回も、最後にワンコのコーナーでお別れです。安倍晋三完全勝利席というものが、赤が勝ち、ヤクザが打って戦い、あの B
病気だってあなたに会えたから。